当時はですね、このそんな霧なんか一本もなかったんですよ。全部ここら辺な、これから先は大広間で、ここら辺がロケットエンジンのですね、噴射場所でですね、これはもう、ロケットの飛行機がここで降りて飛ぶように音がしようとして、丸四定柱でから鉄管に体当たるその船ですね、それがここで実験の言われたり、それでもう毎日ですね、朝からですね、釈迦を出すって、釈迦、三菱の釈迦。覚えてますか？え？覚えてますか？覚えておりますよ。ちょっと歌って。釈迦ですね、1番から3番まであります。1番だけ歌っておきましょうかね。壮烈無敵海軍が、マライの沖や真珠湾、兵器の主力を撃滅の魚雷、思えば胸が鳴る。労働技術に励もうど三菱、兵器の名のもとに。これがこの釈迦ですね。なんかいいですね。ちょっと最後に。肌を犯す日も入れつく夜も黙々と、勝利の勇士ひと燃えて、力か腕か盛り上がる。芸々職場に励もうど三菱、兵器の名のもとに。これ2番で終わりでございます。もう3番が忘れたいやということでですね、もうその歌は毎日朝から歌わせてですね、士気を高めてから仕事がありよったわけですよ。それでここはですね、本当のこの技術部におる人はここにはですね、東大を卒業したその重症人ぐらいおったわけです。私さんの組にですね、7人おってですね、帝大を卒業した人が、当時は今のように東大と言わんじゃったやつもね、帝大と言ったやつもね、日本一の帝大、それを人たちがここで働いてですね、その人たちが帝大の人はですね、おばあさんはちょっと聞いたことじゃったやつが、普通の職工さんの20人分ぐらい給料を取り寄った、そういうふうな人たち。そして戦争中にですね、この人じゃ毛並みの違うやつだって、一人雲からして違う場合と思います。どうして帝大の卒業でですね、もう普通の人の給料の20倍取り寄ったんですけど、その時分にですね、普通な職工さんでですね、90円から100円ぐらいもらえば、学校の先生たちが100円もらうかもらわんぐらいって、その当時はですね、そういう分ですけどですね、もうこういうふうに、その時分ですね、1000円ぐらい余りの金ももらえよったわけですよね。もちろんそれは、その時分、帝大を卒業された人間の本当の一人逃げる人間やってる人、その40、帝大を卒業した時、一番年のおかしい44、45ぐらいの人もおったんですかってね。では我々は当時14歳ですけど、もう本当にその人たちのですね、小遣いが、その下にどうしろこうしろというのが小遣いが組長がおって、その組長の下に5長がおって、我々はその芝居したんですね。それで私は何場所おったかというと、こんな雑撃でした。おい、水場汲んでこいとか、ここにむしろを持ってこいとかなんとかって、そのむしろはですね、何使うかって言ったならば、機械は分解したら組み立てたりする中に、今だったらビニールシートがあるでしょう。当時はビニールシートがないから全部むしろですよ。そのむしろはその機械は分解したら組み立てたりするところに持っていて、しかしたら流すとは私の仕事、もうそういうふうな雑誌仕事でまずできんとか当たり前ですけど、そんな仕事でですね、さあ水は汲んでこいとか、油は持ってこいとか、あそこに行ってから寝て、お偉いさんから印鑑ばこして戻ってこいとかって、そういうのは雑誌しといちゃって。当時おいくつだったんですかね。え、当時おいくつだったんですか。14歳でした。初めの14歳。義務教、私は7つ学校って言って、昔から満7つやな感じですよ。満6歳でもう1年生でしょうが。今の子供は8歳が1年生で、7つ学校って早生まれでしたよね。1月から3月まで生まれた人は早生まれということで、なんですけんか、学校は昭和5年に1年生で入った人のと一緒なんですよ。もうちょっと
10ヶ月ぐらい大人ですね、太ももからすればですね。それでやっぱ体格もした。細かかったですよね。でも体格も細かかったですけど、3ヶ月間の実習訓練が終わった自分に、私と山田文中とは、この技術ビルのに働かされた。ところがですね、その自分にこのビルに働かされるということが大抵、家庭から何もかも検査を受けているわけでした。共産系のに散ったある人間じゃないかどうかというと、家族、その身内ですね、その身内に共産者に対するような思想を持った人間やなかろうか何やろうかというと、大抵身内から親戚から調べ上げて、これなら大丈夫やろということなので、ここに来ちょっとということはある人から聞いたです。お前の身内もだいぶ、ね、身元調べを憲兵からされてる場合と言われたです、ね、そういうことで、それでやっぱ当時はですね、共産主義の教の字はあるような人はですね、もう国におられんかったわけ、どこやってもですね、もう田舎は特に共産主義、あそこは共産党を選ばいという歌は使って見苦しい仕事にやってるもう今も一緒でしょ、って共産党という歌ならば人殺しの党ですけんね、もうシベリアたちで、ね、でもうちの兄貴も4年間シベリアに抑留制御されてですわってんか、もうシベリアたちはですね、あれで刑務所なんかいらんときなんですよ、刑務所いらんとき